チャパエフスク市の紋章ラドネジの聖セ,セルギー制度チャパエフスクはロシアのサマラ州の都市でボルガ川の左岸にチャパイエフカ川が合流する地点に立つ州とサマーラの南東 40km に位置する最寄りの町はサマーラ市との中間に位置するノボクイビシェフスク市人口は72,692人1927年まではイワシチェンコボ 1927年から1929年まではトロックと称した。この街の歴史は20世紀初頭の1909年にロシア軍がこの周辺に爆薬工場を作った時に遡る。2年後に化学兵器製造を主な目的とした化学工場も開業した。これ以来、この街の名前はロシアの化学兵器製造と切っても切れない関係を持つことになった。 第一次世界大戦時には工場は拡張し新工場も建設されたためイバシチェンコボ労働者集落が誕生した化学工場は赤軍の化学兵器のみならずベルサイユ条約で軍備を制限されたドイツ軍の化学兵器の開発、製造、試験もいった。1927年集落は死の地位を得てレフトロツキーを称えてトロックという名に変わった。 しかしわずか2年後、1929年には、ロシア内戦時の赤軍司令官の一人、バッシーリー・チャパエフの死後10周年を記念して、チャパエフスクに変わった。チャパエフスクの主な工場は高分子化学工場で、20世紀半ばまでは、ソ連軍の化学兵器製造に関与していた工場で、ある。今日でもこの工場が、町の環境の汚染源と見られている。 子供の多くに見られる慢性の疾病、母乳に含まれるダイオキシン類の多さなどが指摘されてきた。1994年、国連の特別委員会はこの地域に対する調査を行い、チャパエフスクを環境災害地域であると宣言した。2008年のモスクワ・クレムリンでの会合で、当時のチャパエフスクの市長は、現在の都市を封鎖して、全住民を移転させることも考えていると述べた。 チャパエフスクでは高分子化学工場、化学肥料工場などのほか、ロシア各地から回収されてきた化学兵器を廃棄する科学兵器処分工場も稼働している。ありがとうございます。